ルイ・フィリップ橋、ポーン・ルイス・フィリッペは、フランスのパリ、セーヌ川に架かる橋である。四区のノートルダム地区とサンジェルベ地区を結んでいる。1833年7月29日、ルイ・フィリップは、彼が王座に着くことになった栄光の3日間を祝うために、彼自身の名が付けられた、この橋の礎石を据えた。マーク、セギンとその息子たちによるルイ・フィリップ橋は流れに、 対してやや斜めにかかっていた。実際に通行が開始されたのは1834年7月26日からであった。しかしこの橋は1848年の2月革命で消失してしまい、再建された後は改革橋と呼ばれていた。その後交通量が増加したため、現在の橋に架け替えられることになった。設計、思考を担当したのは、 エドモン・ジュール・フェディーヌ・ロマニとジュール・サバランであった。1860年8月から建設が始まり、1862年4月に以前の橋よりも少し上流に完成した。今度の橋はセーヌ川に対して直角にかかっている。橋脚は4メートルの太さがあり、金属製のバラを石製の木の枝が取り囲むという装飾が取り付けられている。1995年に、 で傷んだ欄間の補修が行われたシュリー橋、マリー橋、ルイ・フィリップ橋、アルコール橋、ノートルダム橋。ありがとうございます。